魔力を緻密なまでに制御するために自分なりの訓練方法を考えたんです。どんな状況であっても魔力を制御するにはまず揺るがない集中力を身につけるのが必要。私はそう考えた結果、座禅？それは何なのでしょう。古代言語か何かなのですか。はい、まさに緻密な絵柄の刺繍をしていると多少周囲が騒がしくても聞こえないくらい作業に集中できるんですよ。なるほど、極限まで集中力を高めることで炎すら涼しく感じる。さすがです、主様。私がその域に達するにはどれほど時間がかかるか。